白銀交差点から逃亡。少し先を見行き通りが横切る。白銀交差点から見た十二所前線沿いにある、ビル群姫路市道十二所前線は、兵庫県姫路市にある道路。市内の都市計画道路のうち、姫路市道環第八号線及び、姫路市道環第七十八号線の総称。一部区間は、兵庫県道二百十九号姫路停車場線と、 重複している。通称は十二所線、十二所前通り。道路名は、中心市街地西部の十二所前町にあり、晩秋皿屋敷の伝承で知られる十二所神社にちなむ。中心市街地の商業地域及び、近隣商業地域を東西に貫通している。沿道には、姫路警察署、ホテル、商業施設等が立ち並び、大手前通りと合わせて、 姫路市中心部を代表する道路でもある。指導管第8号線と指導管第78号線は、辰見橋交差点の東側で分断された形で、接続されず未整備の状態が長らく続いたが、2016年6月27日に開通した。指導管第8号線は、姫路市街地の主要道一方通行規制により、国道2号の今宿交差点、 下寺町交差点東行き一方通行区間に対する西行き一方通行車線としての機能を持つ道路である。この一方通行の交通規制は姫路市街地での国道2号線の交通渋滞対策として1970年2月1日から実施され2015年現在も継続されている。兵庫県警の委託によって行われる駐車監視員の 巡回において、この路線の東駅前町交差点、土山交差点の区間は最重点路線として指定されている。車線数は、北条口3船場児童公園前が3、船場児童公園前から今宿交差点が4である。歩道の道幅、路側帯の有無等区間によって規格に大きな差異がある。十二所前線は、辰見橋交差点が起点だが、 辰見橋北条口3の区間は、下寺町、辰見橋の区間と合わせて県道に指定され、姫路市の認定道路から外れている。なお、県道区間の車線数は、下寺町、辰見橋が2、辰見橋北条口3が4である。下寺町交差点2等及び今宿交差点2世は、中央分離帯が整備された、両方向通行の国道2号に接続する。 ありがとうございます。